あ、こんにちは。サラマレイクも元気でしょうか。そうですね。ちょっとずっと企画、トルコの、モスク、日本にある、東京にあるトルコのモスクで、トルコから、有名な、俳優さん兼シンガーさんみたいな感じで、現地の大河ドラマみたいな、ドラマがあるんですけど、歴史ドラマ。それで、もうかなりこう大役を果たした、ミュージシャンでもあり俳優さんである方がちょうど来日、急遽ね、来日されて、で、その方のコンサートをずっとお手伝いしてて、で、昨日、無事に終えました。なので、そんな感じで、トルコのね、コンサート、そういう著名人の方と一緒にこう過ごした時間とか、いろんなこうすごい勉強になったので、少しでも皆さんに、こういう経験を通してちょっと有益な、ね、こう、ことがお伝えできればなと思って、ちょっと今日お話ししていきたいなと思います。あ、すみません。で、そうなんですよ。じゃあちょっと喋るもんだから喋ろっか。そうそう。で、結論から言って、すごいやっぱめちゃくちゃ盛り上がったっていうか、もう本当に東京ジャーミーがもう一丸となってね、やった企画なんで、立ち上がりがすごい遅くて、本当に僕が、やっぱ来るよみたいな感じで、有名な人来るから用意しといて、人数ちょっと確保しといてみたいに、ちゃんと言われたのは結構1ヶ月ぐらいから言われてたんですけど、日曜日ね、先週の日曜日急に、やっぱ来るからとか言って、頼むよみたいな感じで言われて、おお、いきなりかみたいな。で、ポスターとかチラシみたいなのが出来上がって、インターネット告知始まったのが月曜日だったから、本当にね、ギリギリだったんですけど、スタッフ総出でなんとか人数集めてみたいな感じで、なんとかやり遂げましたね、みんなで協力して。で、これね、本当何でもそうなんですけど、人間ってすごいなっていつも僕思うんですけど、このイベントの時、もちろんトラブルもすごいあるんですけど、去年も1年間ずっとやってきて、2年ぐらい前から僕ずっとこういう音楽事業に関わってきたんですけど、いざとなるとみんなすごい、やっぱ、じゃあ俺頑張るからみたいな感じで、その場になるとこう協力してくれて、それぞれの発揮してくれて、本当に素晴らしい。でも今回は特に、なんていうんですか、この経営陣が主導でやったから、で、僕は何回もジャーミーでやってるんですけど、あくまでも私が主催でジャーミーにお願いして、ジャーミーの人をにそうお願いしてって感じだから、こう本当にこうトップダウンで指示で動いたイベントにね、参加したっていうのは実はあんまなかったり、あるかな。でもトルコの、名古屋のモスクが去年ね、できた時に私行ったりしたんですけど、それは請負仕事みたいな感じで行ったんですけど、それに近い感じで、来ましたね。だから結構トルコのお客さん、急にも関わらず集まってくれて、で、プラス、昨日すごいジャーミー混んでて、観光地にやってるので、日本人のね。で、そうで、本当はね、有料3000円の公演だったはずが、いきなり無料公演になったりとかして、ちょっと本当どうなんかなみたいな感じだったんですけど、でも、そう、無事に終えることできましたね。で、やっぱすごい、やっぱ技術的にも非常に高いレベルの方と一緒にできたので、私もすごいやっぱ成長できたかなと思います。プラスして、私音響の仕事も請け負ってたんですけど、音響は発揮して全然あんま経験なくて、去年ぐらいから始めたって感じだったんですけど、ちょうどトルコ人でこっちに在住されてて、ポルシェって車のね、で働いてる方が、すごい技術的にこうレベル高い人だったんで、で、その方はボランティア手伝ってくれて、で、リハーサルの時から、ちょっと配線のこの位置とか、ちょっとマイクのボリュームとか、どのマイクをどの楽器に使うとか、そういうことをね、手伝ってくれたんですよ。だからすごいやっぱね、いやー、これは本当にね、めちゃくちゃ勉強になりましたね。ごめんなさい、スースーして。そうなんですよね。やっぱりこう楽器の特性を分かった、踏まえた上で音響をセットしていかなければいけないんですけど、楽器の特性を踏まえた音響の人ってなかなかいないので、彼と一緒にやって本当に良かったなと思いますね。で、車の会社でエンジニアやってるから、車って配線だらけじゃないですか。で、その配線って、
なんかこの磁気がこう干渉しちゃうみたいなんですよね。あんまりこの高度が近いと。だからなるべくばらけさせるっていう手法もよくて、だから結構いい音でお届けできたんかな、じゃないかなと思います。で、本当にね、ぶっちゃけやっぱ彼のおかげなんですよね。僕もありったけの機材用意したんですけど、プラスジャーミーの機材って、やっぱ彼のおかげもあって、やっぱすごい、やっぱ現場でね、たまたまラッキーだったっていうのはありますよね。現場でその本当に彼も手伝ってくれたし、で、私音楽的な勉強はしてきたんですけど、やっぱそういう音楽テクノロジー、ミュージックテクノロジーについては、まあ、そんなに詳しくないので、まあ、本当にね、彼の、おかげもあってできましたね。だから本当、まあ、全てに感謝、出会いに感謝、もう彼にも感謝、アルハンブリラって感じです。で、なんかね、東京ジャーミイのね、とこからなんかライブ配信とかこう見れたりするので、なんか丸々出してたんですが、なんか本当やっぱシンガーの方もすごい技術の方だなって感じて、まあ、リズムとか的確にね、僕らに指示してくれたりとかして、本当素晴らしかったですね。で、そうで、結構ね、違うキーっていうか、こうなんかこう楽器によって得意不得意の、調律みたいなのがあるんですけど、まあそれはね、人数もいっぱいいるから、本当皆さん、まあ、音楽家の方もね、もう本当にリハーサルしたのが前日だから、まあ、初めての曲も結構あったんですけど、まあ、なんとか、できることできました。それで、そう、なんと結構ね、やっぱトルコって実は建国100年、なんですよね、今年。で、そうは言ってもいろいろあったじゃないですか、地震とかね。だから僕らも動けなかったんですけど、まあ私はね、こう他の別音楽事業のこう経理とかをやってたりとかして、結構今年前半忙しかったんですけど、いよいよ今年後半にかけてもしかして動くかなと思って、っていうのはちょっと小耳に挟んだんですけど、12月僕去年シェビアルースっていうイベントをやったんですけど、シェビアルースって、直訳すると結婚の夜って言って、メブラーナって言って、スーフィーの聖人、聖なる人、スーフィーの聖人記念コンサートみたいなのを僕企画して、それは割と大成功したんですね。結構満員御礼になって、で、本当に反響も良くて、で、東京ジャーミイの方たちからも結構評判良くて、まあ、よく頑張ったなみたいな感じで、できたんですよね。で、それをもう一回ジャーミー主催でやろうみたいな感じで、そして、今回来日していただいたニチェプ・カラカヤスさんっていう著名な、有名な、俳優兼シンガーの方も、彼も、まあね、頑張ってちょっと予算取ってくるから、俺また来るよみたいに言ってくれて、12月にね。まあでも、どうなるかわかんないですけどね。でも、まあ、エルドアンさんがね、復活、継続されるってことで、このプロジェクトに関しては良いニュースだったなと僕は思いますね。やっぱりエルドアンさんって結構宗教寄りの方で、で、僕も、まあ、東京ジャミの人とね、仕事してるから宗教寄りなんですよね。まあ、かといって別になんかそこで布教をしようとか、まあ、そういうことは別にあんま私個人は全然思わないんですけど、音楽を通じて布教しようとか、そういうふうにはあんま思わないっていうか、なんですけど、やっぱりそう、文化と宗教ってやっぱり切り離せない面もやっぱあるじゃないですか。なので、そういった面で、まあ良かったかな、みたいな。そうですね。で、トルコもね、非常に苦しい状況なんですけど、やっぱり、まあ大国は大国なんでね、まあ予算出るかな。インシャアラ。そう、予算出ると思いますよ。で、そう、だから、引き続き僕はできる限りトルコの、に関わって、まあ、支援っていうかね、音楽で携わっていければなと思います。そういう感じですね。そうなんですよね。というわけで、ずっとちょっとお話ししてきたんですけど、で、昨日ね、ラバーベンそうしたんですけど、ちょっと音楽的な話しようかな。昨日ね、急遽ね、人が集まん、こんなん言っちゃっていいのかな？いいよね。多分ね、ラジオだからね、そんな、大丈夫ね。ちょっと人を集めたいから、人が集まんないと言えなかったけど、心配だから1時間開始遅らせてくれとか言われて、とか、そんなのなんか大丈夫かなと思ったんですけど、まあじゃあ大丈夫です。なんとかします。じゃあ、その間、私たち、こう、器楽演奏とかで場つなぎしときますので、って
で、僕らのこのミュージシャンたちも快く受けてくれて、で、その時にね、結構もう本当何も決めない即興的にやったんですよ。だから、その時にやった楽曲の中でとっても面白い、で、僕らがやってるアフガニスタンの音楽にも共通するものがね、結構あったんですよね。だからそれをお伝えしていきたいければなと思うんですけど、どんな感じかっていうと、7拍子の、リズムがあって、アフガニスタンのリズムだと、モゴーリって言うんですけど、じゃあちょっとモゴーリやってみる。モゴーリの、アイタブラプロでもいいんだけど、じゃちょっとこの、音楽的な説明していいですか？昨日やったナンバーの中でとっても面白かったので、ちょっとでかいかな？ごめんなさいね。これで、ピッチを F シャープにしようか。やべ、あ、あれだ。ごめんなさい。ルバーブ持ち替えないと。チューニングがね、違うルバーブなんですよね。これこれ。ごめんなさい。で、ラバーブのチューニングがね、結構面白くて、ラバーブのチューニングができるようになると音楽理論がね、身につくようになります。なので遠回りかもしれないですけど、やっぱりそう、譜面の音楽だけやってると音楽理論なかなか身につかないんですけど、これで、そうでね、結構僕アフガニスタンの音楽とかにもいろいろ多いリズムで、この7拍子のリズムがあって、ヒバリの飛翔っていうリズムがあるんですけど、これも実はね、トルコの音楽ととても共通している部分があります。それ何かっていうと、リズムが、同じなんです。7拍子って言って、タリキナタキタ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 みたいな感じで、その曲を即興的にやろっかみたいな感じでやったので、ちょっとじゃあルバーブで、そのトルコのリズムでね、やってみますね。で、7拍子だから、パシュトパシュトパシュト、アフガンタブラプレイヤーをね起動して、モゴーリ行って、パシュト、モゴーリモゴーリパシュト、ちょっと待ってね。あ、これでいいや。どう？えい、えい。あ、これあれだな。モゴリの中でも。タキタタカタカタキタカ。タキタタカタカ。あ、違う、ごめん。7拍子の中でも、3たす4と4たす3があって、3たす4も7でしょ？ 4 たす3も7でしょ？で、このアフガニスタンのモゴーリ、7拍子は、タキタタキタカ、123223412312314、123124ってこう3たす4なんだね。
はい、こんな感じで7拍子なんですよ。でとってもよく似たリズムでトルコにもありますで、それはね、タキタタカタカタキタタカタカ4たす3なんですよ。4たす3をでせっかくだからねリズムプレイヤーでやりたいのでちょっと探しますね。パシュト、あのアフガンタブラプレイヤーの中にもパシュトって読めるのがあるから、ちょっと遅い、ちょっと待って、あ、ダメだ。ごめんなさい。あ、ないわ。そう、4たす3のリズムないんで、ちょっとリズムマシンなしでやりますね。こんな感じでやって、ああでもちょっとあれだな、ラバーブだとなんか若干大変だね。ちょっと待って、ウドでやるわ。ウドちょっと待って、ウド出します。まあ、昨日ね弾いたばっかなんで、そうラバーブとウドちょっと違うね、ちょびっとだけ違います。ちょっと待ってね、ひょいっと、そう、まあ、こんな感じで、thank you.
違うじゃん。ちょっと待ってください。あ、このミヨンの木。これが根っこの音ですよね。うん。だから、これだ。ミの音ですね。いやごめんなさい、うん、こういう感じの曲で、まあ、随分ね音階とかもなんか雰囲気違うなと思うかもしれないですけど、基本的なリズムパターンって結構似てて、1234123123423でしたよね今のがね。で、そう、アフガニスタンの伝統的な楽曲のが1231234123C だから同じ並びをし、まあ、割と比較的軽快な、うん、まあ、それがなんかそれがなんかすごい面白いですよね。とてもこう共通点があるっていうかね、うん、だからいろんな音楽知ってるとこう意外な共通点があって、どちらにもその学んだ法則性が転用できるっていうのがね、感じることができたと思います。で、そうなんですよ。で、この一座新一座なんて、で僕、まあ、たまに作曲とかもするんですけど、まあ、ドキュメンタリー映画、ね、をの、BGM で作曲した時のモチーフとして、リズムモチーフとして、私これ使いました。どういう感じかというと、1 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3、
はい、どうも、なんか弾いちゃった。今のは、自身で、作曲した楽曲なんですけど、まあ、自分で作曲っていうか自分で作ったからもうちょっと自由な感じで、2つのね音階、2つのモード、2つのマカーム、2つのラーガを使いました。で、1つ目は音階で言うとね、カフィっていうんですよね。カフィに近い、ドリアンモードに近い、西洋音楽でいうドリアンモードに近い、インド音楽でいうカフィに近いんですね。うん、トルコ音楽でいうフセイニーに近いですね。よくなんか風の谷のナウシカのオープニングテーマとかで使われてるモードに近いですね。でこのモードに対して、7つの7拍子を導入してメロディーを構築した作ったってことですね。うん、なんで、はい、そうなんですよ。で、途中からでモードを変えました。それはこれどうなんだろうな、アフガンタブラプレイヤーだとちょっと分かんないですけどね、このどのモードかは。トルコ音楽とかだとあのヒジャーズっていう、モードになって、まあ、さっきと雰囲気結構変わって、どういう風に変わるかっていうと、サニーダポモンゴアレササレガマパダニササニーダポモンゴアレサドレメファソラテドドテラソファメレド。ね、ちょっといかにも中東みたいな、そのモードを、2つ導入して作っていました。なのでさっきウードでやった音階もあのヒジャーズって言って、この音階にすごい近いものをやりましたね。ちょっと明るくなったりもするんですけど、まあ基本的にこういう感じ。はい、なので、あ、なんかまたすごい音楽的な話しちゃった、しちゃうよね、それは。私それ専門だからごめんなさい。そう、今日はね、だから著名なトルコのねミュージシャンと、俳優さんとね共演して結果みたいな感じで、このまあどんな感じだったかみたいな舞台裏のねお話とかもちょっとさせていただいたって感じなんですけど、いやでも本当に素晴らしい経験をさせていただいて、そうなんですよね。でも正直やっぱこう音響と演奏を2つ担当してたので、めちゃくちゃなんかこう集中力がいる作業だったんで、全然なんか自分の動画が撮れなかったんで、ああクソと思って、なんかインスタ用とか全然撮れなかった、まあいいやみたいな感じ。その時の仕事に集中するのがやっぱ大事ですからね。そうなので、全然なんかあの発信に使えるネタがなんか自分で撮れなかった、悔しいみたいな感じなんですけど、うん、まあいいや。でもこの実績が次につながればいいな。次の12月のみんなで、できるイベント、日本とトルコね、やっていきたいですよね。やっぱり日本とトルコは本当に遠く離れてるけど、とても友好国なんでね、うん、私もそのね参加できればな、とお手伝いできればな、本当にこれ以上幸せなことないです。で、火曜日にあのまたトルコの取材班が今度うちに来るんですよ。この僕がね録音してるここに来て、なんかまたインタビュー、なんかドキュメンタリー番組作ってるんですよね。で、日本のイスラム教徒をレポートみたいな感じで作ってるんで、で私もこうお手伝いして、なんか私もインタビューしてもらったし、あと自分たちに来て日本のイスラム教徒はどういう生活を、しているんだみたいな感じで、で僕の友人のジギと野崎さんもなんかインタビュー答えて、いや彼はねって言って、イスラム教徒としてみたいな感じでなんかね、うん、答えてもらったりとかしたんですよね。だから彼も、コーカサスダンサーのジギと野崎さんもトルコなので、放映されることになると思います。でもう一人なんか友達紹介してるけど、本当はお母さん言ってる。私のお母さんなんかすごい嫌いなんだよね、メディアに出るのね。だからうちの家族みんな嫌いだから、だからね、ちょっと
近くにいるスパイスショップを営んでる友達にちょっと、お願いしようかなみたいに思ってますね。まあそんな無理にしてもしょうがないですけどね。ほんで、そう、あとはな、うん、まあ、そんな感じでうちでちょっと僕の仕事ね、どういう感じで仕事してどういう感じで生活してるかとか見て、でまあご要望あれば、まあ、天気よかったらなんか井の頭公園とか連れてってあげて、いやこういうとこで僕育っててとか言って、なんかそういう感じの話もするのかもしれない、なんかそういう話もしてくれとか言われたけど、まあどこまでどうなるか分かんないですけどね。とりあえず材料どれだけ取って番組作りたいんだよね。うん、だからまあせっかくご縁なのでね。うん、でそう、あのまたなんか選択と集中の話させていただきたいんですけど、やっぱりなんかこう生きてて物を捨てること、何かをやらないことってめっちゃ大事だなっていうのをつくつくこの何年もずっと考えてるんですけど、まあ、断捨離断捨離って言うじゃないですか。本当に世の中はいろんな情報にあふれてて、いろんな誘惑にあふれてて、本当に素晴らしいは素晴らしいんですけど、あの自分の人生の時間ってめちゃくちゃ有限じゃないですか。うん、だ結構こう、いやなんか年取るのすげえ早いよみたいな年配の人に言われたりして、すげえほんまかなと思ってたけど、僕もねもう47歳なんですよね。なので本当に有限の時間をどこにフォーカスして生きるかっていうのはめちゃくちゃ大事で、やらないことっていうのをなるべくはっきり決めるようにはしたいなと思ってます。何でも OK はいいんですけど、やっぱりやらない、いやこれはやるけどこれはやらないわみたいなね、そういうふうに集中していくといいと思います。で具体的な、効果があったよってことで、やっぱり、この2年間私ずっと音楽にフォーカスしてやってきたんですね。はっきりして服の仕事をほったらかしでやってきたみたいなとこあります。まあ、最近はなんか高価格の服とか作るのも楽しいし、まあ、最近はさすがにコロナも完全に終わったので、僕も食っていけなきゃいけないので現金収入必要なので、やっぱね服の仕事、うん、もうかなりフォーカスでやってんですけど、この2年間は本当にコロナのうちはほとんど音楽の仕事ばっかりメインでやってました。でその結果、まずね最初の1年目はね、とりあえず自分の楽器でできること何に効果があるか全然分かんないので、僕音楽事業やったことないので、とりあえず何でもやってみようやってみようやってみようってことで10個ぐらいやったんですよ。で10個やったうちの1個だけ1個だけ当たったんですよ。9つはポシャりました、外れました、全然お客さん来ない、お金だけ配って終わりみたいな感じで、まあ一応補助事業、補助金がねついて事業なんで、そこのリスクをカバーしていただいたんで、うん、もうチャレンジだと思ってやったんですよ。で1個だけ当たった、当たったって言ってもそのすげえメジャーになったってわけではないんですけど、1個当たって、あのなんだろう、あトルコのメディアに取り上げてもらって、とディアナートっていう、まあ、東京ジャミを関連してる組織なんですけど、そこもメディア持ってて取り上げてもらった。そんで日本のムスリムの人がスーフィー音楽コンサートをやったぞみたいな感じで、うん、取り上げてもらったんですね。で僕は思いました、あ僕まあ一応ムスリムだし、あのまあ、そんな別になんか戒律きっちり全部守ってるってわけじゃないんですけどね、まあ一応僕の何て言うんですか、まあどっか行く時の宗教欄書く時あったら一応イスラムって書くようにしてますよ。まあまあ僕はイスラム側の人間なんでね、かといって別に皆さんにこうイスラムを布教したりするつもりはまああんまないっていうかね、僕宗教の専門家じゃないので、まあでもそれはいいや。それで次の年ですね、もう一回チャンスがありました。アートフォーダフューチャー2っていうね、国から補助金降りて、お前ら好きな企画やれ、やってこの難局を乗り越えろって感じでね、国から言われたんでやりました。そして頑張って書類作りました。そして作って10個、また10個やりました。その10個は ほとんどはトルコのモスクのイベント、トルコ関係のイベントに集中しました。集中投下しました。でその中のうちで、まあそれも、ね、大変だったんですけど、1個だけやっぱ当たったのがあったんですね。評判良かったの良かった。それが12月のシェビアルースだったんですね。シェビアルース、つまりメブラーナ記念コンサートだったんですよ。それでまあそれもあったんだよね。その東京ジャミーとかからね、あの認められて、お前ちゃんと仕事やるじゃんかみたいな感じで、お集客できんのお前みたいな。まあ1回目もね結構集客あったんですけど、いろんなスタッフ、有能なスタッフの方も手伝ってくれて、でそうなんですよ、だから感謝してます。でもまあ続く、やっぱ最初と最後すごいいい印象を残せたので、じゃあちょっとトルコから著名人来てお前らのアンサンブルでちょっと企画やるか、まあ、テレビ局も来ちゃうよみたいな感じで来て、今回本当に来たよみたいな感じで来たんですね。まあ急だったんですけど、そうだからまあ割と全力でねこれサポートしたいと思ってますよ。もちろんギャラもいただいてるんですけど、
まあそれ以上にね、働きたいなみたいなね、思ってるんですよね。そんな感じで、いや、ほんとね、実績出すってめちゃくちゃ大変ですよね。で、やっぱり有能な人だと、まあ、何にフォーカスしたらいいか分かると思うんですけど、僕は別にそこまで有能な人でもないし、だけど、一個これがいけたわみたいな感じだったら、他全部捨てて、これにコミットするみたいなやり方は、少なからず効果があったんだなっていうのは、実感してます。これなんか別に自慢とか何でもなくて、やっぱり皆さんにも実践してほしいんですよね。まあもちろんしてる方もいらっしゃると思います。で、やっぱ器用貧乏みたいなことがあって、すごい恐ろしくて。で、僕も割と何でもできちゃうのかもしれないですよね、いろんな楽器ね。まあでも中途半端な側面すごいあって、それはずっと何年も悩んでたんで、最近はラバーブとかスーフィーの音楽にフォーカスして、そしてやってますね。で、音楽事業においてはこのスーフィーの企画にフォーカスしてやってきたって感じですね。いや、でも本当辛かったですよ。辛かったけど、でも良かった。今回昨日のイベントで皆さんに、まあそれはね、みんな100人ぐらいも来たからね、こいつらの演奏大したことねえなみたいな、この企画ダメだなと思った人もいると思うんですけど、でもまあ良かったじゃん、頑張ったじゃんみたいに言ってくれて、本当に助かりましたよ。助かりましたっていうか、仕事冥利につきますよ、これ。まあいろいろあったんですけどね、大変なこともね。でもまあいいやいいやって感じで、だからまあ燃え尽きない程度の全力で、これからもね、このトルコのジャーミンの企画には携わっていきたいなと思ってます。ということで、最後よく喋っちゃったね。ありがとうございました。これからもよろしくお願いしますって感じで、で、どっから来たんですかってお客さん来てくれたら、仙台から来ましたみたいな感じの方もいらっしゃったんで、あ、本当に遠くの方からね、遠くから来てくれていただいてんだなと思ってね、もう本当に感謝ですって感じで、そういう感じで、まあこのね、ラジオもね、まあニッチなんですけど、まあ少なからず聞いていただけてる方もいらっしゃるので、引き続きね、まあ続けていければなと思います、インシャアンラー。というわけで、私の予定としては火曜日に取材が来るんで、まあ掃除したりとか、また掃除しなきゃな。でも掃除ってすごい大事だから、そうなんですよ。で、月曜日はなんか友達のね、なんか店のオープニングの手伝いね、ちょっとやろうかなみたいな感じで思ってます。というわけで、良い一日をお過ごしください。失礼します。さよなら。